はい。夫の叫び声が聞こえました。集落は津波に飲み込まれていきました。何これ。何これ。そして池田さんの自宅の目の前まで津波は迫ってきます。家が水に飲み込まれます。ダメー。あー。撮影を続ける池田さん。その時。太鼓場ちゃん、早く来て。あー、お父さん。うちが行った。夫や近所の人の声で助かることができました。